美しく正確にカットするために、体の動き理論、カットと体の動きの関係。人間は同じ動きを正確に反復することは難しいことと同時に、人間は止まった状態で腕や手を動かすと自由自在に円運動を行い、ヘアカットの直線ラインを作ることが難しいことに気がつきました。そこで私はカットを体の動きで行う方法を考案しました。3種類の体の動きをマスターすることで、全てのヘアカットに適用できる方法です。体の動き理論は、人間の体の動きを止めて腕、手を動かすと完全な円運動を行います。ただし、円運動は自由自在の円運動です。ご覧になっているように、腕は完全に円運動を行っています。円運動のどの直線ラインを使用するか、それは足の位置、体の動き、手の円運動に関係あることに気がつきました。これが私のカット理論、カットは体の動きで行うです。